沖縄県島尻郡座間見村に属し、座間見島の南西約7キロメートルの海上に位置する、ケラマ諸島最西端の無人島である。面積1.54平方キロメートル、周囲6.82キロメートルの南北に長い四角形状の島で、標高270.1メートルのクバ島の竹は、ケラマ諸島内で最高峰の山岳である。クバ島の竹は、ケラマ諸島では、 唯一の産地で、産体は、島の4分の3を占め、それ以外の場所も急斜面が多く平地はない。クバ島の北端は、クバゼヌ先、北東端は、落水ヌ崎、南西端は、本税ヌ先、南東端は、めぐるヌ崎と呼ばれ、島の西約300メートルに、深かに、瀬と言われる小島が存在する。島全体は断崖に囲まれているが、 島北西部の海岸には砂浜が形成されている。主に緑色変岩で構成され、時に砂岩も見える。緑色変岩の生成に伴って、キースラガー鉱床と言われる土を含む硫化鉄鉱床が発達し、戦時中まで銅鉱を採掘していた。百八十三年現在、クバ島には十七か二百種以上の植物が確認され、強風や潮風、 さらに乾燥に強い植生が見受けられる。海岸沿いには、アダニやヒルガオが、また海風に強い多年草のススキやチガヤが群生している。島山上部に樹木は見受けられず、草原が広がる。島内にヒメハブが生息し、また、周辺海域はダイビングスポットとして有名である。方言で、久保島と言われ、島内に多く自生していたビロウが、 クバ島という島名の由来で、歌集、おもろさ牛には、小和島、18世紀初頭に編纂された地史、琉球国由来記では、久和島と記されています。島内最高峰のクバ島の竹は、古来から航海を司る神を祀る竹があり、現在でも、赤島の住民は、クバ島にたびたび訪れる。琉球国由来記によると、数定年間に、第二直しの王族であった。 金武ともが、薩摩藩から持ち帰った鹿を、クバ島で放牧したのが始まりで、それ以降、ケラマ諸島の各島に渡ったのが後にケラマジカと呼ばれた。1855年には、聖母用の贈答品として、王族、役人、百姓と共に鹿狩りを行っている。1976年の現地調査では、クバ島にケラマジカは生息していない。現在、 ゲルマ島とヤカヒ島に住むケラマジカは国の天然記念物に指定されている。明治期から第二次世界大戦までは、クバ島は銅の産地として、甲府やその関係者含めて最大約800人が居住していた。クバ島の北側丘陵に鉱山集落があり、小学校もあったとされる。また、明治末期から島内でカツオブシ生産が行われ、 滝木燃料として森林が伐採された。その結果、ケラマ諸島にほとんど自生している、イッジーは、クバ島には見られない。クバ島近海は、浅瀬が多く、那覇港と先島諸島、また、本州を結ぶ重要な航路であるため、島の南側に灯台を設置する必要があるとの意見がある。ありがとうございます。